こんにちは、草加塾の久保です。今日紹介するのはですね、介護系 YouTuber とでも言いましょうか、82歳の YouTuber さん、西アクラ村の山根さんの、お父さんでいらっしゃいますね。以前からこういう動画を結構上げてらっしゃいました。そしてですね、介護の動画というとですね、大きく分けて2つあるんですよ。介護というものを職業にしている人の介護士としての仕事をずっと上げていく、ヘルパーとしての現状を上げていくってものが一つ。もう一つはですね、介護を受ける側、どちらかというと、そうですね、利用者さんとか家族の側になって、理想の介護とかね、介護の現状とか、こういったものを上げていくっていうのがあると思います。今回ですね、山根さんは、その、中間といいますか、両方にまたがったような発信になるのかなと思います。介護という仕事も携わっていらっしゃって、それから介護を受ける側としてのですね、家族としての立場も考えてらっしゃるということで、結構ね、斬新な切り口と山根さんなりの発信がここにあるんではないかなと思います。これからですね、やっぱり私たちも無視できない、この分野だと思いますし、ますますですね、このニーズは広がり、それから介護に携わる人の意識とかね、それから経験とかっていうものが重要視される時代だと思いますので、こういった YouTuber さんがあられるのも本当にね、必然かなと思います。私もね、ものすごく関心のある分野ですんで、今回ですね、82歳の YouTuber さんのデビューを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは動画説明欄から西アクラ村の山根さんのお父さんのね、今日は動画を短いですけどもよくご覧ください。それではどうぞ。